今日は Amazon のカタログ作成の際の注意点、タイトルのチェックポイントということでね、カタログ作らない人も、相乗りするときね、ちゃんとしたカタログかどうか、チェックして相乗りしてください。適当に作ったカタログでランキングついてないと、ね、その場合検索対象にならない、あるいはねカタログ悪くて売れないということでね、納品が無駄になっちゃう可能性があります。タイトルはきちんとしてるか、ね、画像とタイトルで誤解なく商品が分かるか、もうこれがね一番のポイントなんで、チェックしてください。でじゃ あ, な正しいタイトルの付け方ってどうなのかという質問があってね、あそれはごもっともということでね、Amazon のタイトル付けのルールについて、シェアします。まずね、まあ、英語より日本語の方がね、わかりやすいかなと思いまして、日本語の、タイトルのルール、説明します。まあ、英語の場合はこれを単純に英語にするってだけですね。メーカー、こういうとハイアール。それからブランド、ね。まあ、ブランドハイアールなんでしょうね、これね。メーカー、ブランド、商品名、全自動洗濯機ですね。仕様、色、サイズ、タイプ等、まあ、5.5kg、ブラックと。で、型番 JWC55AK と、ね、それぞれを半角スペースで区切る。で、これ見るとね、ここ全角になってますね。で、英語のページだと全角スペース使うとね、なんちゃらハテナとかよくわかんない記号になっちゃいますんで、半角スペースで区切ると。で、それからね、これ、商品名と仕様とかね、色とか、順序逆になってるじゃんというのあるんですけど、まあ順序はね、左にある方が検索に引っ掛けやすいというのが基本です。で、この順序通りでなくても、まあ別に要は売れればいいと。ね、で、まあ例えばこれね、まあ 5.5 キロ、洗濯機のね、5.5 キロとか7キロとか6キロとか、大きさで検索する人って、まあそんなに多いのかな、全自動洗濯機。まあ普通にね、全自動洗濯機 5.5 キロでいいと思うんですけど、まあ洗濯機はなぜかね、何キロっていうのを先にしてカタログ作ってる人がたまたま多かったです。で、最大200文字ですけど、これ200文字目いっぱいあったらね、ずらーってなってよくわかんない、見づらいカタログになっちゃうんで、あまり欲張らず、でもこの必要最小限のね、ものは必ず入れてるというのを注意してください。これ悪い例ね、防日焼け、厚い、北欧風収納ポケット付き、生地アップグレード、多色、サイズ選べる、ね。説明に書くべきもここに持ってきたりとかね、ごちゃごちゃです。で、最近 Amazon のね、タイトルがこういう余計なのが入ってると直せというのが出たりしますんで、まあ、あんまり余計なこと入ってないカタログの方がいいですね。で逆にね、ブランドしか書いてないとか、メーカーしか書いてないとか、型番しか書いてないとか、すんごいやっつけのカタログがありますけど、それもね、良くないと、当然のことながら商品名載ってなくて型番だけだったらね、普通の人が見ても分かんないです。そんなカタログで買う人はあんまりいないと、ね、いうので、このメーカー、あるいはね、ブランド、これは、まあ、ノンブランドの商品とかであればね、なくても、そんな売れ行きに支障はないかもしれませんけど、まあ、最低やっぱね、商品名、それから仕様とか色とかサイズとかタイプとかね、何個とかいうのがね、わかりやすくタイトルに入ってなければいけないと。ね、まあ、これがスッキリしてわかりやすいパターンです。で、一方、ね、売れる売れない以上にトラブルになる絶対ダメなタイトルというのがあります。これもう紛らしいタイトルね、年度のタイトルなんか乱立してたんで結構 ありました。で今チェックしたら結構消えてましたけど、当然トラブル多かったんでしょうね。タイトルを見ると白とピンクのセット販売にしか見えないのに、画像はピンクとね、これ何が来るのかな、画像を見てねピンクだと思って買った人はね、あれでも書いてあんの、ホワイトって書いてあんじゃんってね、伝票見たらね、でホワイトないけど、ね、ホワイトないよ、まあそういうことになりますよね。で、一方、まあ、ピンクだけが高いなって言って売れないと、ね、
いうこともあるんで、タイトルと画像で、混乱なく分かりやすく商品を特定させないといいことはないし、多く誤解させれば、返品食らうとかトラブルになるし、少なく誤解させれば売れないというのがあるんでね、この色だのタイトルだの数だのが分かりにくいカタログには、相乗りしない方がいいです、ね、結構ありますこういうカタログ、まあ、そんな形でね、カタログについてはまあ、これ相乗りしていいんですかねとね、このカタログどうでしょうというのがね、判断つかなかったら、まあ、お気軽にご質問ください。何しろね、納品しちゃってからカタログ悪いって気がついても、メイン画像とタイトルは基本的に変更できませんね。そんなわけで、メイン画像と、商品タイトル、きちんとしたカタログじゃないと売れないと。売れててランキングあってもね、そのカタログのせいで見る人が少なくて高くは売れないとか、そういうことがありますし、ランキングついてない場合はなおさら、ね、そこがちゃんとしてないと、そもそもが検索対象になってないとか、わかんないから見に来ても売れないということになるとね、納品しても無駄になっちゃいますんで、このカタログのタイトルはチェックしてください。で、実際にカタログ作る際はね、どうするというのはね、カタログ作る人が増えてきたら、あるいは質問があったらその追加の説明作りますんで、今回は相乗りの際、カタログ作成の際の注意点と書いときながらなんなんですけど、相乗りの際にも注意すべき点ということでね、タイトルのチェックポイントについてでした。